はい、どうもサクッと美味しいポッキーです。今回ですね、マックピクセルというゲームを実況プレイしようと思います。このゲームはね、どういうゲームかっていうと、まあ、20秒後に何かが爆発するんですよ。それを阻止するっていうとっても簡単なゲームです。これが主人公なんですけど、なんだこの主人公、真っ平らだな本当に真っ平らですね。まあ、とりあえずやっていきましょう。ここを押すとスタート。わー、とりあえず扉があるね。ここ入ってみるか。お邪魔しまーす。チャプター1ラウンド1。なるほど、簡単って書いてありましたね。やっていきましょう。何これ、何もう始まってるのこれ。なんだこれ。おい、爆発するぞこれ。やばい、あと17秒しかない。待てよ、爆発しそうだから、ケチャップ。おい、ダメじゃん。おい、どういうことどういうことだよ一体。待って、今のダメだったんだよね多分。あ、やばい、どうしたらいいの。何が爆発するんだろう。こいつを、なんか、切るみたいな感じ。よくわかんねえ。この人を切ればいいのか。なんで殴った。あれ、どういうことだよ、一体。もう全然わかんねえ。全然わかんねえぞ、このゲーム。なんだこれ。神社的な感じこれ。あ、爆発するね、上の、この、あれが。なんか、掴まれたんだけど、もう意味がわかんない。上に、今、頭の上にあったのみたいなもんと。次は火山が噴火するのかな。気をつけないといけませんねこれは。これを使って、こいつにあげるプレゼント。何をしたお前は。そら爆発するわ。今のどうやって防ぐんだ。電車が、次は電車、難しそうですね。電車が爆発ってだいぶ大事故なんだけど。何が爆発するぞ。これ何、これなんだ、なんか取った。あ、これ解除しろ。何やってん。別の方切っちゃったってこと、爆弾。それはダメだ。もう終わっちゃいそうなんだけど。もう終わっちゃいそうなんだけど、どうしよう。一個も解除できない。これ押すんじゃないボタン。あ、非常レベル。いいね。で、俺も逃げよう。なんでお前は逃げないんだよ。全然わかんない。また最初からってこと？これの繰り返しか。なんかあるね、これ。なんだ、誰、宇宙人。ワッツ、何？なんかめっちゃ笑ってんだけど。おい、どういうことだよ、一体。あ、いえ、生きてるぞ、俺。生き残ったんじゃね今、もしかして。よくわかんないですね、全然ゲームが。これはなんかありそう、ここに。これを食べた。いや、お前気持ち悪い。唾液が緑になったんだけど。なんだこいつ。で、ここは、大仏の上に、ダイナマイトあるから、こいつに話しかけるんだ、多分。頭がツルツル、なんで蹴った。時間がない。ろうそくなんか使うんだ。ろうそくを使え。ろうそくをこのこいつに頭に燃やす。何が起きた。ダメじゃん、全然。ただ火をつけただけじゃん。これは次は難しいね。この牛にタッチする。乳搾り体験。乳搾り体験して火を消すみたいな。この溶岩を消すみたいな。ねえか。なんで蹴ったんだよ、お前は。どうした、何があった、こいつに。情緒不安定なのこいつは、本当に。電車もなかなか難易度高かった気がするんだけど、難しいよね。こいつに話しかける。なんでおじいさん飛んでった。ああ、もう最悪だ。難しくない、全然わかんないんだけど。学校か。学校はまだ可能性あったよね、さっき。とりあえずトロフィー取って、こいつにあげる。はい、トロフィー。え、こいつか？トロフィー。なんで蹴ろうとしてんのこいつは。何をしたいんだろう。あー、押しちゃった。あ、トロフィー取った。あ、爆弾持ってった。え？爆発まさか。しなーい。なるほど、これを3回やればいいってことか。これはレントゲン写真を舐める。関係ないか。こいつに、え？お尻に仕込んでたんだ、ダイナマイト。どういうこと？どんな趣味？だから病院に来てたの？もしかして。次は、順調にだんだん分かってきてますね。柱、関係ないか。こいつ関係ないもんな、だって。大仏なんかできない。あ、まさか。いや、ダメじゃん。これはなんだ。あ今何が起きた。え、やった、飛び込んだら正解だった。どういうことだ、一体。電車はわかんないぞ、正直、まだ。爆弾なんかするんだろうな。爆弾蹴っちゃった。それ爆発するわ。これ持って、宇宙人にあげる。オッケー、あげたい、宇宙人に。おはははは。やばい、これ怒られるんじゃね？宇宙人に怒られるんじゃね？絶対。
大丈夫かな。さあ1個目つきましたね。で、あとよくわかんない大仏だけど、本当にわかんねえな、これは。ろうそくを逆に、こいつにあげる。どうなる？お、あ、やった！イエス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 、いいぞいいぞ。順調順調、あと1個だね、あと1個。電車を完成させれば完璧。ここ一発でクリアできたらいいんだけどね。これ使うね。こいつになんかあげるんだ。わかった。蹴られた蹴られた、痛い痛い痛い、あ、引っかかった。何これ？どうなん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 、おーおー、蹴ってくれた、やったなぜかうまくいったぞ。いやいや、3つついた。うわー、ボーナスラウンド。でもやりたくないんだけど。どうせ爆発するんじゃん。何これ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 、どうどうどう、いっぱいいるいっぱいいるいっぱいいる、俺がいっぱいいる。わかんない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 、こういうのやめてほしい。何これ、なんか持ってんぞこいつだけ。なんだ、爆発した。何が、何がさ、ボーナスだったのかも全然わかんないし。じゃあ次のラウンド、いきますか。なんか面白いけど、難しいね、このゲーム。次は一発でやっていきたいですね。ラウンド2。チャプター1のラウンド2。さあ、楽しみですね。次はなんだ？パーティーって書いてありますね。パーティータイムか。難易度は同じ。これ持ってあげる。毒リングだったり。あ、嘘！やった！放り投げろ放り投げろ！バカするんかよ、お前。なんで手に持った？なんで爆弾お前手に持ったんだ、今。どっか投げろや。なんかいるぞ、ここに人。誰？あ、これもなんかまた拾うパターンなので、あげるんだ。はい、どうぞ。関係ないか。ゴミ箱に捨てる。で？お前も？え、爆発したね、今。まさか。成功？いや、もう全然わかんないんだけど、プールか、次は。なんで今、ゴミ箱に入ったんだろうね、あいつ。プールは簡単じゃない？爆発しそうなやつはこれでしょ、絶対。これをあげる。どうぞ。なんだなんだ、踊り出した、踊り出した。カウント止まりましたね。何が始まんの、一回。え、真顔で見てんだけど。爆発するんかい、するんだ、結局爆発。なんだこれ、ビル作ってるとこってことなのかな。これなんだこれ。ゼリーみたいなの落ちてますね。これを自動販売機で使う。お金だったのか、今の。え、するんかい、結局。自動販売機から普通に爆弾出てきたんだけど。飛行機？危なくない？ここで爆発したら。下にも控えてるからね。なんで蛇がいるんだ？これはなんだ、レバー。レバーじゃない。これを蛇にあげる。なんで殴って、なんで殴ってんの？普通に爆発するんかい。なんで飛んでんだ、お前は。次は何これ、北極？どういうこと？ペンギンに食べてもらうみたいな？誰だ？なに、露出狂だったんだけど、なんで爆発した？露出狂でしたね、完全に。さあ、もう一回パーティーから。で、パーティーどこにあるか分かってるから、もう、この頭にあるんだよ。これ関係ありそうだな。何やった？おお！まさか！よっしゃ！いいぞ！いいぞ、いいぞ。はい、今素晴らしいね。右のやつの投げるセンスが。プールはね、ちょっと待てよ。これを持って、このおじいさんにあげる。逆に。え、ダメなんだ。この解体現場は、これ関係あるね、絶対。これ、なにこれ、爆弾？あ、普通に爆弾拾っちゃった。なんかその、空にさ、UFO 飛んでるのも気になるしね、なんか。いろいろ突っ込みどころあるな、このゲームマジで。これは爆弾でしょ？爆弾殴ったらなんか案外いいことになる。いや、脱出したり、もしかして。おうおお、風が風が。なんで？で、露出鏡がいるここの島は、多分右に入り口あったから入ってみよう、一回。はい、入れ。あ、あった！これだ！なんで見ただけ？なんで見ただけで爆発した？え、なんか選択肢あったか？プール、わかんねえぞ、普通に。これ持って、これが爆発するから、入る、海に。入る、プールに。流れるプールやな、これ。あ、入った！どうだ？あれ、するんだ、結局。結局、するんだね。解体現場か、作ってるところ、これ。これもなかなか難しいぞ。こいつにお金あげるんだ、わかった。お金拾って、こいつにあげる。はい、どうぞ、お金。関係ないっぽいぞ。あ、なんか、取引。おお。いや、あいつバカでしょ、絶対。これ使うね、絶対。使って、扉開ける。
関係ない。爆弾関係あるか？お、なんだ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 、お、いやヘビの胃袋つえー、お、なんかあった。雪玉投げるんだこいつに。おお、冷たい冷たい冷たい。どっちみちかい。なんだ今の、ただの変態プレイじゃん。分かった。でも今雪玉を多分あの爆弾の中になんかやるんだろうな、あの部屋の中の。これもなんか実はあったり、あ、もう入っちゃう自分から何もせずに。なんだなんだ、お、水抜いた、まさか。いやどういうことか全然分かんないんですけど、とりあえずまあクリアで、もうこれも分かってる正直。この雪玉をここに入れる、絶対そうだ。はい、投げろ、よし、消えたか火。いやでも3つつかないよねこれ、いいのかな。あー、なんかあれか、3つはコンプリートできなかったけど、まあまあまあよくやったみたいな感じか。なんかムカつきますね。はい、ということでマックピクセルでした。普通に面白かったですね。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタンチェックね。皆さんもぜひ20秒で爆弾を解体する方法を日々考えた方がいいかもしれません。じゃあポッキーでした、バイバイ。